11秒21 U18 日本記録は7分50秒81です。昨日の厳しい予選を勝ち上がった中国への精鋭たち、中学生が2名、高校1年生が13名です。中国選手は高校1年生ながら今年のインターハイ戦であって6位入賞のスイップの選手は昨年の全中チャンピオンです。そして8分15秒04という中学の日本歴代1位の記録を持つ益子君、福島、今年の全中チャンピオンです。地元栃木県からは福島君、佐野日大高校が登場、中学3年生と高校1年生が争う頂点に立つのは誰か、中学日本歴代1位の記録が更新されるのか、少年男子 B 3段目の決勝、どうぞご注目ください。選手を紹介します。村沢大河、青森、大下智也、小鳥、新山春樹、兵庫、
素晴らしい点数でレースらしく好中です。先頭は鈴木君千葉、そして2番手につけていますのが浜口君長野、3番手を走っていますのが今年の全中チャンピオンです、中学日本歴代1位の記録を持つ橋本君が現在3番手。そして4番手に対しまして落ち着いたのは大島君です。
1着、鈴木君、千葉、8分1秒24。11秒12。4着、新妻君、兵庫、8分16秒78。5着、杉山君、熊本、8分17秒43。6着、大島君、栃木、8分15秒43。19秒41。以下ご覧ください。また行けたら、前中の照準は超えるんで。